何？やばい、冷たくなってきた。来るよこれ。これワイルドハンティングだ。瞬間移動。シェリー飛べ。でもそれじゃ、いやもういい、ケイヤモルヘンでやる。仕方ない。ケイヤモルヘンでやる。シェリー、うちに連れて行ってくれ。なあ、これもうケイヤモルヘンだ。行くわ。俺行くわ。俺先行くわ。行けたら来て、来れたら来て。あのドワーフたち、ただのクズやったな、あのドワーフたち。助けたはいいけど、来たぞ、ケイヤモルヘン。ここだわ、ここ。ちょっと今のうちに水を吹き申したな。おい、来るぞみんな。先生、先生、戦いの準備だ。仲間はキーラ以外は来るってよ。キーラはもういないけどさ、キーラ以外は来ます。ロッシュまで来ますよ。あの綺麗な馬だね。先生も久しぶりやろ。シュリアン、イエレファーか。これなんかソワソワしてんな。イエレファー、トイレ近い。この馬かわいいな。あ、先生、先生、あ、よかったね、ちゃんとケイヤモルヘン来て。これ全然知らんやつの家の中とか飛ばなくてよかったね。トイレ中の誰だ君はって並んでよかったね。久しぶりだろシェリー。はい、集まってくるぞ、先生とイエネファーが。害虫に集まるガのように集まってくるぞ。例えが汚い。何？よかったね、よかったね。よく戻ってきた。本当にだよ。イエレファー、これ あんな風になるんや。イエレファーも普段はあんな感じやのに。おっかーやろ一応。あー、よかったね、よかったね、本当に。こんなに綺麗に。何年ぶりなの会うの。あ、よかったね、本当に。なんかいいわ、嬉しいな俺。突っ立てても仕方ない、みんなに挨拶してきなさい。突っ立ててはなかったけどな、結構アクティブやったぞ。私も変わってないね、みんな思い出のまま。そう、あり続けようと、あり続けようと努力したんだよみんな。なんだ、なんだよ。はい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 、ちょっとちょっと、トリスの前ですよ。トリスの前ですよ。めっちゃ見てる、ほら見た、トリスはもうすぐ、ほらほらほら、トリス目の片隅に置いたやん。一応あいつらキスしてんなっていう情報を手に入れてたやん。ランバートにもあったね。みんな揃ってるぞ。協力を求めた全員が来てくれた。アバラックは塔にいる。まだ具合が良くないようだ。アバラック大丈夫かな。外にいる必要もなかろう。中に来るよ、もうすぐハンティングたちが、自然のハンティングたちが来るよ。あのトリス、ごめん、あの違うんだ、あのトリス違うんや、違うんやトリス。さっきのキスはあれや、あの挨拶みたいなもんや。あのうちの国ではあれが挨拶なんや。また会えて嬉しいよ。めっちゃイエレファ見てるけど。ちょっと気まずい。また会えて嬉しいよ。うんうん、二人にした方がいいかしら。おっと、違うんだよ。いや、違うんだよイエレファ。分かってる。あれれれ、イエレファ、違うんだよ。いや、イエレファ、難しいな、これ。難しいぞ。本当にそれで構わない。いや、なんか、まあまあ、もう行こうや。もう行こう。待たせては悪い。気まず。トリス、ごめん。トリス、違うね。トリス、違うね。あ、喋ってる。リメルティウムとこっちの魔法で防げ。奴らが呼び出した下。すげえ、魔女同士、魔女同士のトップ会談や。おい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 。いましたよ、すげえ男がいますよ。ヤルマール君、会いたかったぜ。ゲラルト、調子は最高だ。すーげえこいつ。こんなところに来て、あっちと一緒のこと喋ろうとしてる。何も新しい会話がない。ではな。アンクライト、すーげえわ。押してくるし、俺のこと。あって、他の奴らもいるはず。トリス、イエレファー、アンクライト、あとはロッシュ。あれ、ロッシュと誰やったっけ？キーラは来ない。
あれこんな感じで、あれこんだけやったっけ、ロッシュだけ、あれ残りロッシュだけ、意外とアングライトとロッシュだけ来たん、あそんな感じだったっけ、意外と友達少なかったな意外とゲラルトの友達が少なかったな。あ、そうや忘れた、ゾルタンも来てくれたんや。道具を全部持ってきたのか。戦いを前にして気づいたのさ、剣には研ぎ石、鎧にはハンマーが必要だってことにな。あ、確かに俺も今まで忘れてた。感謝するよゾルタン。さらにマハカム仕込みのカゴ、何そのカレー蜂蜜みたいな。揮発性がかなり高くて少しの摩擦ですごい爆発が起きる、囲まれた時に役に立つ。いいねそれ、それ強そうだ。制作を頼めるか。あ、なんかそうだ、武器作れる。作ってほしいものがあるんだが。もちろん設計図があるなら。ああ、ゾルタンそういうこともできるんや、便利。ちょっと強い武器ねえかな。なんもなかったわ、ちょっと笑うぐらいなんもなかったわ。また後で話す。戦いが終わったら飲もうぜゾルタン。これが爆発するってやつかな。ずいぶん上機嫌じゃないか。攻撃的に勝った。俺たちみんなの子だからな。だね。冷静見る。あ、いさいさ。エルミアも来てくれてたんやった。俺結構忘れてんな。ロッシュのイメージが強い。これ何この穴。ありがとうエルミア来てくれて。やる気だね。この二人はやっぱ仲いいんだ。なんか年も近そうやしな。二人とも何歳なんやろ。なんかやってるけど、何、人の家で勝手に魔法取られるのやめてくれないかな。あとはさすがにロッシュだけやろ。もうゲラルト、シリは仲間だ、奴らに連れて行かせましょう。ランバート頼むぞ。どんな調子だ。これなんだ。戦う準備はできてるか。生まれた時からな。最高だ。これなんだろう。激流装みたいな。わあ、ちょっと戦いが近い感じだね。本当に。もう本当にそうなんや。やるんやもう。うわ、すーげえ。エスケルもやるけん。かっこいいな、この戦いの前にさ、ここでさ、なんか集中力、熱い、エスケル、熱い、熱い、燃えてる俺、見て、エスケル、戦いに備えて、心を落ち着けたい。かっこいい、二人とも、かっこいいな。ちょっと俺も戦いの前にちょっと心落ち着かせよう。ちょっとトイレ行ってこよう。さあ、俺も準備万端だ。雄大、こういうのがさ、後ろにプリントされたコーヒーあるよね。なんかキリマンじゃなかったっけ、なんかそういうコーヒー。ガチャ、ロッシュいるぞ。あら、君も来たんや。あ、ベスも来たんや。二人だけってか、あんな仲間いたのに。ロッシュありがとう。二人とも来てくれてありがとう。それより私は誘われてないんだけど。確かに、なんで来たん。何も言わんでいいぞ。ここに来るまで俺に怒りをぶつけ続けて。なんで来たん。こんな少人数でやるのか。そうだ、それしかねえ。そうだ、お前が正しいことを祈るよ。でもちゃんと参加してくれるよ。調べて回るわ。戦場についてよく知っておきたいんだ。あ、頼むわ。頼んだぞ。お前らベスは呼んでねえけどな。まあ来てくれるだけ嬉しいわ。もっと肘を上げろ。これ以上無理よ。矢を放つたびに少しずつ下がって。そいつは先生と弟子の関係なんか。ヒアの軌道は普通の矢とは別物だ。めっちゃ打つやんなあ、めっちゃ打つやん。すごい早打ちの戦い。めっちゃ打ってる。行くね俺も。痛いよペース。やめてー。よし行こう。これで多分来てくれたやつは全員喋ったね。ランバートととかにも喋ったし、あとランバートともう一人のやつの名前いつも忘れんねんな。エスケルやったっけ。あ、それ先生か。エスケル、ちょっとやるか。あ、ちょっと武器の整理もしとく。武器の整理っていうか、あれだね、ちょっとあれが落ちる、切れ味とか落ちるから、ちょっと修理もしとこう。
さあ始まったな。さあ近いぞ戦いの時は。いい、なんかこれ、え、これさあ、もしかして最終章近いか、ワイルドハントとの戦いが最終章なんかな。でっけえヒグマ買ってやる、かわいそうに。お疲れ様でした。始まるよみんな、来るよみんな、みんな準備はいいか、目の、あの、これを見てくれてるんで、みんなも準備をしてくれ、固唾を飲んでくれ先生。やるぜ俺は。みんなを集めてくれ、始まるんやな、はい、先生来るよ、みんな集まってくるよ、8時だからね、全員集合だよ、8時だよ、だって。いやでも、地の利はこっちにあるよね、地形は。慣れ親しんでるもんな。どうした？何があった？俺あんま見えんかったんけど、今。ガチやん、顔が。来てくれてありがとう。ワイルドハントがもうすぐ攻めてくる。狙いはシリだ。キーラがいいひんのは申し訳ねえ な。ごめんな。なぜワイルドハントが来るとわかるんだ。彼らは私の瞬間移動先がわかる。そして同じように一瞬で移動できる。そうな。それで作戦は？ランバートって武器なんかハンマー？違うよな。それぞれの役目がある。そうな。ちょっと俺も聞いてないんやけど、ゲラウトの作戦は。人数こそ少ないが。確かにな、全員強えぞ。力を合わせれば。全員な、強えやろ。旅団並みの力を持ってるやろ、全員が。障壁で守る。敵は壁の向こうに降り立つしかない。なるほどな。もし奴らが森に散ったら、奴らを少数の部隊ごとに対処できる。遊撃隊に最初の志願者が出たな。俺も志願する。ランバーと俺で。彼らは門を通り抜けて砦に入ろうとするでしょう。この種の魔法は対処できないの。森の中でできるだけ多くの門を見つけて閉じてほしいの。ランバートがディメリティウムの爆弾を作る。できるよな。やれるよな。かっこいい。決まりね。ヤーデンは門にも効くはずよ。あと魔除けをそれぞれに渡すわ。姿を見えなくしてくれるけど、止まってるかゆっくり動かないと効き目は切れる。敵と戦えば姿を晒すことになるわよ。それから声と匂いは消えないわ。敵が多いなら攻撃しないでトリスに合図を送って、彼女が援護してくれるから。しっかりしてんな、これちゃんと覚えなあかんよな。あなたたちの合図を待って森に火の雨を降らせる。なんちゅう能力持ってんのお姉さん。なんかなんかすごいね、みんな、みんなすごいんだ。なんだ、みんなすごいんだ。この戦いで最も重要なのはシリだ。シリだ。シリが取られた終わりや。守り抜くぞ。私は何を、塔の中にいて敵が守りを破って入った。ああ、こういうのシリ嫌そうやね。私も戦いたい。必要ない、自分の身を守る。だよね、そう言うよね。それはみんな分かってる。だが怪物退治に一番。そうだよ、みんな分かってんの、お前が強いのは。木を待つことね。後で魔除けをあげる。それを使えば自分の立っている場所に火の玉が落ちてくるの。いざという時に使って。え、怖い。何それ。なんで自分で自殺よ。え、なん自殺、え、自分自死するため。たくさん残りの部分だが。あ、これちゃんと覚えたからやばい。他に使えそうなものはないか。爆弾とか作ってたよね。火をかけるなら落とし穴を掘っておこうか。入れ墨体式のやつだ。いいね。どんなのだ。地獄みたいに深くて尖った空間。最高。マハカム仕込みの化合物を持ってきた。乾燥した小石よりも火がつきやすく、何にでもくっつく。こいつを樽に詰めて細い通路に置いておき、敵が来たら爆破するんだ。やっぱ地の量活かしてるね。この下はガスの溜まり場だって。あ、さっきさ、なんかやってたもんね、ガスの。必要なら地面を割って爆発させれるぞ。こいつら強すぎ。準備が必要だがな。こいつら何者？ちくわ巻いてるし、頭に。室と工房があるな。パン工房ね。忘れないでくれ。ジャモンジさんの。俺たちが使える物資は乏しく、時間はさらに少ない。ワイルドハントに最も有効な武器を決めなくてはならない。その通りだ。研究室と工房。パン工房ね。それぞれ武器を一種類ずつ用意しよう。俺が選ぶとかないよな。研究室には何がある？工房については何だ？研究室には何があるんだ？研究室を使いたいものは。今霊薬を調合している。それでよければ続けよう。ほいほいほい。ウィッチャーの罠なら用意できるが、研究室のすべての設備を使うことになる。
霊薬が一番ワッチャーの罠の方がいい気がする。霊薬俺今まであんま使ったことないから分からんねんな。こっちは人数が少ない、できるだけ。だよねだよね、俺合ってる俺合ってるよね。工房の方はどうする？パン工房ね、食パンを作ろう。壁の穴を修理したいんだが、武器庫の瓦礫をどかすのにも同じ道具が必要でな。武器庫だわ絶対。知らないのか、何年か前に屋根が崩落したんだ。中にはなんで放っておいた今まで。なぜ放置しておいた。クソ、俺たちが悪いな。あそこを通ってきた奴らに包囲されるかもしれない。どっちだ。あーいや、これは穴を塞ごう。うん、強い武器より守りを固めることのが重要な気がするわ。武器だけは爆弾もあるしね。壁の穴を塞ぐことが最優先。それな、ゲラルト、それが正しい。他のことをしている時間はないぞ。仕方ね仕方ね、みんなゲラルトに預けちゃっていいのってか。仕事に取り掛かろう。俺がやる。俺の仕事何？あれゲラルト仕事もらった？時間がないから、遊撃隊ランバートで遊撃するか。イエネファーは敵の視力を防ぐ魔力の障壁を作る。それによって敵は森に追い込まれる。うん、森ではランバートとゲラルトが待ち伏せる。二人はディメリティウムで移動用の門を破壊しつつ、砦に入る敵の数をできる限り減らす。うん、トリスはゲラルトたちの合図を待って敵に大打撃。ファイヤーレインが降るんやろ。他の全員で砦の内側に入ってきた敵を迎え撃つんだ。うまくいかなかった時は中庭を捨て塔の中に交代する。お花咲いてるのに怖いよね。みんなヤルマール何する？絶対に尻を。ちょっと待って、ヤルマール何するの？それが最重要。ヤルマールは何する？砦の地図を見て。ヤルマールすることなかったくない？あいつお茶出しか。俺たちが疲れてる時のお茶出しするんやろな。ヤルマールは、ヤルマールいる忘れてたもん完全に。遊撃隊が一番危ないぞ、俺とランバートが。大事なことを見落としている気がする。考えすぎるなよ。なんでお前ずっとハンマー持ってんの？キャラ編？どんな戦いになると思う？いやー、そりゃ血で血を洗う。この戦い。いや、やばい、総力戦やろな。悪いが興味ないね。シリと話してこいよ。ご機嫌だぞ。絶対ご機嫌じゃないわ。俺はみんなを危険な目に遭わせてるな。だな。心配しすぎだ。そのしかめ面をやめろ。俺たちならやれるさ。誰も死なないでくれよ。ありがとう。誰か死ぬことってありえんのかな？馬に鞍をつけておくぞ。森へ向かう時になったら来い。誰か死ぬ可能性はありえるんだろうか。戦闘の準備ができたら。ちょうどレベル上がったな。ちょっとレベル振るか。ちょっと俺のさ、キャラクターのさ、レベルの振り方はもう物理にガン押ししてるんですよ。見てこれ、すごいっしょ。あ、もう振れるやつがない？あー、もう振れるやつがねえ。この辺はまだ振れねえ。あー、なんあ、これ振れるぞ。スペシャルアタック、何それ何そのドラゴンボールの銀龍特戦隊みたいな。急に来たね、スペシャルアタック。それぞれ対応する能力を選択しておく必要がある。 Y を流しで小攻撃のスペシャルアタック、 X を流しで大攻撃のスペシャルアタックが発動できる。続けるだ。そんなんあんの？てか回転剣舞、回転しながら周囲の全ての敵を攻撃する。めっちゃ強いやん。攻撃の、持続中は気力とアドレナリンが消費される。アドレナリン獲得プラス 1%。 こんなんあるんや。ちょ、これは取っとこうぜ。スロットに入れて、これもスキルポイント振れへんので、これをこっちに入れてと。お、いいね。あと2個空いてるしな。ちょうど2ポイントあるし、なんか他のに振っ、はいはい、こんな感じで。ちょっと心2つ追加した。戦闘鏡と集中という、もう物理特化型。うちのキャラクターは物理特化型でいきます。これでいいんじゃないか？あとは倉庫。よし、準備を整えていくぞ。倉庫に物しまって、もうランバのところ行くよ。もうやるよ、行くよ。始まるよ、最後の戦いが。最後の戦いかまだ分からんけど。ジリー、そんなところで一人でなんか思い悩むことでもあるんか。ちょっといいか。
あらら、真面目なお話ね。不機嫌だね。忘れるな、危険なことをするな。いや、そんなんは言わんでいいよ。奴らにお前は絶対渡さん。親父として俺が守る。絶対に奴らには渡さない。わかるな。わかってる。危険を避けて。絶対さ、シリが戦うことになるよね。でも話的に。子供扱いしないで。わかってるよ、お前が強いのは。めちゃくちゃ強いもん。火力特化えぐいもん、お前。笑った顔が好きなの。誰の？俺の？来て。生き残ろうな、アシリー。っていうか全員知らんとこうな。きっと全部うまく。絶対うまくいく。大丈夫。安心して、アシリー。シリー頑張ろう。頑張れるや、俺たちは。シリー俺たちは頑張れるや。頑張ろうな。おいおい、天気は晴天。晴天でもなかったか？わからんけど。来るね。始まる？行ってくるわ、シェリー。俺頑張るわ。え、一人なん？完全に。この広い空間に。なんかそれはそれで危なくない？なんか一人ぐらい先生とかついといてもよくない？おい、最高の天気やな。決戦にはふさわしい。ヤネファーがいる。ヤネファーはこれ守ってるんや。ヤルマン、違う、これはあいつや。名前出てこへんけど。こいつは強いぞ。全員がやる気や。なんだそのたわしみたいな。先生もやる気やな。ムチ打ってくれるんや、その体に。トリス、信じてるよ。好きだ。トリス好きだ、俺は君が。ヤルマルも撃つぜ。ヤルマルのターンは？ヤルマル撃つしてあげて。ヤルマル撃つらず。息が凍ってる。来るな。あ、来るわ、これ。おい。冷えてきたな。来るよ、これ。なんか、ゲラルトが最初に見た夢あるやん。昔のさ、訓練中に、ワイルドハントが攻めてくるっていう夢。まさにあれやな。まあ、歳は取ってるけどさ。まさにあの状態やな。悪いな、馬。冷えるやろ。あったかくしていけよ。始まったな。森へ急げ。俺たちがやることは門を閉めるってことやな。門を閉めるってどうやってやったらいいの？やべえ、なんか緊張してきた。始まるよ。かっこいい。やるまる映らず。かっこいい。でもとりあえず始まるよ。うわー、かっこいい。全員があれか、読んだ仲間映らへんのか。ガチやん。何、ちょっと熱い。ちょっとやば、急に始まるぞ。みんな気引き締めろよ。どんな感じで来るんや。え、こんな頑張れ、やれば。全員が全員頑張ってるぞ。全員が全員頑張ってるけどいいんか。始まったよ、シリ。シリ、違う、お前を守る戦いや。え、イエルファ大丈夫？あれ、あのマイケル・ジャクソンのあの横に倒れていくやつみたいになってるけど。いやー、すー、やっぱこいつら化け物やねんな。さあ、結界が張ったぞ。こっからだ、勝負は。ゲラルトとランバート大丈夫？あれ、次回に直撃しない？アキレス腱伸ばしていきます。だからこれイェネファーとかトリスがいいな。普通に積んでるよね。今のブレスだけで終わりやん俺ら。まあランバードとゲラルトはあれ直撃してる説あるけど大丈夫かな。始まったよ、みんな。こっからバストラストバトル。これが片付いたらイェネファーに礼を言わないとな。あの魔法、いや、あの魔法すげえわ。姿を消す魔法もな。なあ、女湯覗き放題や。匂いでバレてしまう。近づきすぎるなよ。それに敵と戦ってもバレる。覚えておい。俺に言ってくれてんだろな。ゲームプレイヤーに言ってくれてんだろな。この爆弾はよくできてるな。使うときはよく狙えよ。ディメリティウムは残り少ない。どうしたらいいの？ユニファーが亀裂にヤーデンを使えと言っていたな。インで封印できるそうだ。来たぞ。ご挨拶の時間。おはようございます。落ち着け。なんかゴキブリみたい。
まずは隠れてトリスの力を見せつけてやろう。それからみんなで奇襲する。何したらいいの俺は。なんだトリス、トリス、すげえトリス。あ、門を閉じたらいいんやな。この先もし俺がメリーゴールドを怒らせそうになったらぶん殴ってでも止めてくれよ。当たり前や。俺もやぞ。メリーゴールドには感謝しかねえ。あれがメリーゴールドの力か。あるね。ここに門があるはず。この門を閉じるんやな。門を全て閉じるって書いてある。ロッシュ、危ねえ。落ちたやろか今の。門にディミティル爆弾を投げ込めば門を閉じることができる。武器が俺たちバレた。え、バレてるやけど。え、これちょ、ごめんごめんごめん、バレた。俺が悪い。これはあ、落ちてる落ちてる。ロッシュの、ちょっとバレた。ごめんごめん、そんな近くにいるとは思わへんやん。ちょっと大丈夫か。え、ランバス大丈夫。ランバス死ぬなよ。こいつらが全員クソ強いんだ。やーれ、焼け焼き肉だ今日は。クソ、キャダルト、キャダインだ。ランバス行くぞ。こいつは強えわ。来いや。ナイスランバート。くそ、やーべ。うわー、ごめんなランバート、あんな感じなんや。いや、もう同じ鉄は踏めねえよ。このさあ、落とし穴意味あったんかな。ここに爆弾を投げ込めばいいんだよね。え、どうやって投げ込めばいいの。道具を持ってんのかな。爆弾これかあった。2個しか持ってないんやけど。1個少なくない。ランバーとか持ってんのかな。ああ使う。門は嫌いだ。あ、オッケーやな。こういう仕事か。あ、簡単なお仕事です。これランバーとか作ってくれたんだよね。すごいな。え、だからゆっくり近づいてあの爆弾を投げるんや。え、めっちゃむずない？っていうかそれ、これいっぱいおるし、もうバレへんよ。大丈夫。あ、これいけるぞ、これいけるぞ。みんな見とけよ、これいけるぞ。くらえ、おれ。あ？おい。あ、見つかることは見つかるんや、結局。そうだね、そりゃそうだわ。そりゃ見つかるわ。そりゃ見つかるわ、あんな爆発が起きたら。そりゃ見つかりますわ。ゲラウトが勝てえ勝てえ。死ぬ気がしねえもん。めっちゃ硬くない、ゲラウト。ゲラウトめっちゃ硬ない。ラーマと楽しんでるね、戦いを。いいんじゃない。ラーマとめっちゃ戦いを楽しんでる。つわものの証やな。何された、大丈夫か。こいつ、こいつ、あぶねあぶね。面白くなってきたな。すぐ消える。あと一つや。ランバーといけるぞ。あれいけ、なんか近くにあるね、結構全部。てかもう敵先やった方が早くない、どうせさ。いや、でもトリスが雨降らしてくれるんかな、これが終わったら。なんか自分の位置に雨が降る誤符を渡しよく。あれか、この犬の木みたいなの出てるね。あとお前声も聞こえんねろ。回り込みから始める物語がある。このダンスをする。はい、どーん。ワイルドハント倒す。あ、なんだ、やっぱそうだ、トリスが雨降らしてくれるんじゃない。ゲラルト、こっちだ。
見ろ、舞台を立て直してるぞ。かわいい。まずいな。司令官が見えるか。イムレリス。あれがイムレリスだ。くそ、自分が弱まってる。こらやばい、くそ、やべ、イムレリス、やるんか。なんだそれ、なんだそれ。あ、トリスのあれだ。トリス、助けてトリス、トリエモン。どうしたらいい。なんだ。メリゴールドはどうした。メリゴールド、メリゴールドがいない。なんかあったんか、取り出で。大丈夫か、取り出でなんかあったんかもしれない。メリゴールドがいない、メリゴールドがいないかもしれない。どうなる、どうなる。イルレミスっていうのは多分あっちの幹部的なやつかな。え、ボス。ヘイヤモルヘン、その頃なんかあったんや。ほら、これギラルトが開けたやつやな。シリが、シリやな。シリ、なんで出てきちゃったの。シリ、お説教だぜ。